やんないんじゃない？やっぱり。と思うな。うまみないっすもんね。仮ゲー配信者の囲い込みもうまいからな。うまい。うまい。インフルエンサーの囲い込みうまいっすよね。うまい。ほんとそれもそう。インフルエンサーの囲い込みうまいっすよね。動画、クリエ、まあ、全体で言うと動画クリエイターっていうかね、ゲーム実況者とか、SNS で結構数値持ってる、ゲーパス追加された時はインフルエンサーとかね。ありましたけど、どうなんですかね。あー、どうなんでしょうね。そういうののこう、うまく囲い込みうまいっすよね。お互いにまあ、実際こう、どういう感じになってるかわかんないですけど、双方にうまくね、こう、利益があるように。トリプルさんこんばんは。帰ってきます、早い。了解です。提示して、囲い込んじゃう。川屋に行ってまいります。そう、コラボうまいっすよね。カプコンはね。その、新作の情報とか出るときに、その、あれを、うまく、こう、特定のこう、有名な人たちに、配信させて、で、その人たちでそれでこう、うまく、厳しいけど、スイッチに移植できてれば全然違った未来だったかもなのに。うん。自己 PR にもなるし、で、カプコンとしては、こう、ゲーム紹介してもらって、こう、うまくこう、ウィンウィンの関係にしていくっていうのが、こう、いい感じのこう、数値持ってる人をこう、囲っていくのうまいんだよね、あれ。一人割と有名な方で動画上げてた人見ましたが、後半の公式ミラー配信に呼ばれて以来、パタッとは反応上げなくなりましたね。なるほどね。まあ、そういうのはあるかもしれないですね。まあでも、どっちにしてもやっぱりね、お待たせしました。はいはい。公式からのなんかオファーがあるとかっていうところまではともかくとして、まあ、もうちょっとなんかこう、そこまでね、公式のゲームメーカーさんからお声がかかるレベルまでいかなくたとしてもですよ。まあ、中規模、個人零細、まあ、個人のこう、零細企業、中小企業ぐらいの感じの配信者でもそうですけど、やっぱり、うまみがないんじゃないかなと思うんですよね。じゃあ、連続でいきますか。確かにその、ワイドハーツ界隈の中では、何？カタログ追加されてってありますけど、でも、ワイドハーツ配信するぐらいだったら、他のもっとなんか知名度のゲーム配信した方が、いいじゃないですか。ぶっちゃけた話。なんで、全然うまみがないと思うんだよね。公式からなんかこう、声かかってみたいな、そういうブランドも背負っていけば違うかもしれないですけど、さすがにそれはないでしょうし。って考えると、いろんなね、ゲームとかをこう、配信してる人が、ワイドハーツ配信するかって言ったらなんか、やるメリットないっていう風に判断されちゃうんじゃないかな。よし。地獄から行くか。まあなんで、まあ一般のこうゲームプレイヤーさんの、ちょこちょこ配信するのが増えるかどうかぐらいだと思うんだけどな。よし。これをなんかこううまく消せないなと、これをこうしてして練習、これぐらい練習しておかないとな。ちょっと危ねえ。いて。破壊したぞ。 A パスの時に感じたのは、数字持ってる人の配信に来る人たちはやってるゲームというより配信自体に集まるのかなと。なるほど。確かにね。それはそうですね。固定のファンがついてますもんね。その人たち別になんかこう、ゲームが何であっても別にいいので、そのゲーム自体がこう、あんまり、知名度あるかどうかとかってそこまでそう関係ないという説はある。まあ、配信者は配信者で、こう、カジュアルに手出すには難しいゲームなんだよな。そこがなんかこう問題だと思うんだよね。
でも話題になってるならワイハをやってみようってなる可能性も。そうね。まあゼロではないと思うけど、別にどんななんていうかね、無名なインディーゲームであっても配信としてこう面白いコンテンツになるというふうにこう判断されれば、それはワンチャンありえますけどね。難易度高いんでね、やっぱりその辺のこう、配信メインでやってる人が手出すとちょっと重いんでしょうけどね、ワイルドハーツはね。